航空自衛隊 F-15 戦闘機パイロットは、ドッグファイトで、世界屈指の実力の中、南西諸島強化訓練で那覇基地使用不能を想定した、画期的な訓練が実施された。今回は、自衛隊の統合演習での那覇基地使用不能訓練を詳しく深掘りしていきます。世界が混沌とする中、日本は日米同盟を強化し、台湾有事の対応訓練も開始している。南西諸島の島民の話は、元島沖縄は何を考えているのかわからないとの話。沖縄にいるのはプロ市民ばかりかもしれませんね。2023年11月10日から20日の延べ11日間の日程に沿って、鹿児島県の徳之島や奄美大島において、自衛隊が統合演習の実施をしており、南西諸島方面に対する日本の防衛力の強化を内外に示す目的があると考えられている。今回の自衛隊の統合演習については、日本全国で4万名以上の自衛隊員が投入される計画となっており、この規模、参加人員の大きさを見れば、いかに南西諸島方面の防衛に、今は重点が置かれているのかが忍ばれる。ことに、11月13日には、民間の徳之島空港に、通常は沖縄本島の那覇基地に配備されている航空自衛隊の戦闘機 F-15J イーグルが、総勢で4機飛来し、同空港で初となる離発着のテストを、それぞれの機体が実施した。これは、現在、南西諸島方面で、唯一、航空自衛隊の戦闘機部隊が配備され運用されている沖縄本島の那覇基地が、敵の攻撃等を受けて、使用不能な状態に陥る可能性を考慮しての取り組みであろうと推察されている。今回、徳之島空港に飛来した航空自衛隊の戦闘機 F-15J イーグル4機は、13日の15時半頃の民間航空機の発着がない時間帯を利用して、離れ技術のテストを行っており、徳之島への影響を最低限に抑える配慮も伺える。ここで、航空自衛隊の戦闘機 F-15J イーグル4機が行った訓練の離発着は、いわゆるタッチ&ゴーと称される滑走路への着陸後に、そのまま離陸を行う形式で行われたとされ、戦闘機の訓練でよく見受けられる手法だ。こうした航空自衛隊の戦闘機による訓練飛行は、同様の内容で、11月15日にも徳之島空港で実施され、また、11月17日から19日にかけては、奄美大島の奄美空港においても、同形式の訓練が行われるとめされている。沖縄本島の那覇基地は、前述した通り現在航空自衛隊が、唯一戦闘機部隊を常駐させている南亜西諸島方面の拠点であり、同地には、在日アメリカ軍基地も多数置かれているため、その防空体制は、決して脆弱なものではないと思われる。それでも、仮に、現在の仮想敵国である中国との間に、万が一の有事が発生すると考えた場合には、きれゆえに、真っ先に、地対地、空対地、艦対地ミサイルの最初の標的の一つとされる可能性が濃厚で、対処策の確立が急務となっている。今回の徳之島空港における航空自衛隊の戦闘機 F-15J イーグルの訓練とは、そうした事態を見据えた対処法の一環であり、日本にとって、南西諸島方面の虎の子の戦闘機部隊の残存性をいかに確保するのかという課題への一つの回答であろう。奄美大島の奄美空港での同様の訓練も、その意図する点はやはり同じであると考えられ、沖縄本島が有事の際にミサイルの飽和攻撃を受けて、戦闘機部隊の稼働が阻害されることを防止するための給与の策と見るべきなのだろう。こうした状況を想定すると、現在、航空母艦化改修を進めている出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修も、そうした事態を避ける選択肢の一つとなるものだと思えるが、少なくとも、2027年頃までは体制が整わない。出雲型護衛艦が、航空母艦化改修を予定通りに終えて、いわゆる第5世代戦闘機である、ステルス機の F-35 ライトニング2B 型を運用可能となれば、航空戦力の南西諸島方面への投射力は、格段に向上することは間違いない。しかし、いかんせん、F-35 ライトニング 2B 型は、
短距離離陸、垂直着陸が可能なステルス機という特殊な特性も相まって、ステルス性能を維持するために、胴体内のウェポンウェイに搭載可能な兵装の量は限定的で、その点には不安も残る。したがって、F-35 ライトニング 2B 型よりも、兵装搭載量の多い F-15J イーグルの活用方法を複数用意しておくことは、非常に重要な課題であり、今回の徳之島空港や奄美空港の使用の解禁は、大きな意味を持つと言ってよいだろう。また、今回の徳之島空港を使用した訓練には、航空自衛隊の早期警戒機である E-2C ホークアイも投入されており、機体背面に円形状の巨大なレーダーを装備した同機は、日本に接近する航空機をいち早く発見する任務を帯びている。航空自衛隊では、この早期警戒機 E-2C ホークアイを、北は青森県三沢基地の第601飛行隊と、南は沖縄県那覇基地の第603飛行隊に配備しているため、今回使用されたのは、やはり、後者の那覇基地所属の機体だと思われる。ただし、沖縄県那覇基地の第603飛行隊は、もともとは青森県三沢基地に置かれていた第601飛行隊から、南西諸島方面の防衛の強化策の一環として分けられたという経緯があり、かつての冷戦時代には、旧ソ連を最大の仮想敵国としていたことが思い起こされる。沖縄県那覇基地に早期警戒機 E-2C ホークアイを装備する第603飛行隊が置かれたのは2014年4月からであり、2000年代以降急激な経済発展を背景に、それに比例して、軍事力の強化を推進してきた中国が、最大の仮想敵国となったためだ。そもそも、本国アメリカで、ノースロップ・グラマン社が早期警戒機 E-2C ホークアイを開発したのは、実に、1950年代という、かなり古い時代であり、アメリカ海軍の航空母艦に搭載する早期警戒として、1964年から運用が始められた。航空母艦の艦載機として開発された早期警戒機 E-2C ホークアイは、そのため収容を容易にするべく主翼を折りたたんで、母艦の航空機用エレベーターで昇降できるサイズとなっており、かつ、その運用に耐える頑丈な機体として製造されている。この機体の頑丈さは、日本の航空自衛隊のように、通常の陸上の滑走路から運用を行う場合でも、早期警戒機 E-2C ホークアイに高い信頼性をもたらしており、長期間の使用に対しても寄与していることは間違いないだろう。日本の航空自衛隊が早期警戒機 E-2C ホークアイを導入したのは1983年のことだが、このきっかけとなったのは、そこから遡ること7年前の1976年、旧ソ連防空軍所属のMiG-25 戦闘機1機が、当時の日本のレーダー網をかいくぐり、函館空港へと降り立ったことによる。この事件によって、この時の日本の防空警戒網は、低空飛行の物体に対して、非常に脆弱であることが露見してしまい、その穴を埋めるべく急遽調達されることが決定されたものこそ、早期警戒機 E-2C ホークアイであった。ただし、この早期警戒機 E-2C ホークアイ、前述したように、すでに開発から80年近い歳月が経過した機体であり、日本では2014年に搭載するレーダー等を刷新した E-2D アドバンスドホークアイを後継機として導入することを決めている。これにより、2022年度末の航空自衛隊においては、早期警戒機 E-2C ホークアイが10機、新型の E-2D アドバンスドホークアイが3機運用されており、後者は、予算上では、すでに、総数で、18機の調達が2023年度までの防衛予算に計上されている状態である。また、今回の一連の訓練の中で、11月10日には、徳之島空港に、航空自衛隊の C2 輸送機も飛来しており、同空港の滑走路が、最大24トンの重量制限が定められている中、同機は、これを大きく超過する140トン以上の重量であることを問題視する声も上がっている。こうした物理的な制約の整合性については、バッファを含めて設定されているはずの安全基準をいかに捉えるかの専門家の判断によると思われるが、例によって、一部の団体、個人らが、国と自衛隊の批判に利用している感は否めない。
台湾や南シナ海をめぐる中国の軍事的な圧力の増加は年々強化される一方であり、こうした状況に備えた万が一の対応策を講じておくことの必要性は、一部の団体、個人らを除けば、大多数の日本人の目に明白に映っているだろう。